こんにちは。体のまた人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムの関田です。今日は、コア、まあ、腹筋ですねの、強化方法を船のポーズ、ナバーサナを通じて、説明していきたいと思います。このチャンネルはグループレッスンではなかなか聞くこともできない細かい体の使い方やヨガの少し深いお話について、お伝えしていく内容となっております。で、最初に、コアのことを意識するときに、もちろんこう、まあ、この腹筋ですね、強い方がいいんですけど、強いっていうのは実はこう柔らかく優しく強いっていう状態で、グッと力を入れればいいっていうものではないっていうことから、まず、押さえておいてください。まあ、よかったら腹筋を引き込みましょうとか、こう中心に集めましょう、まあ、強くしましょうみたいなのは確かに言うんですけど、結構多くの生徒さんの勘違いであるのが、もう腹筋をグッと力を入れました、で、これ止まってる時だったらまだいいんですけど、入れすぎてこう動けない感じになっちゃう、こう動くともう固まって、動けないので、こう動こうと思ったらこうまた抜いちゃうっていう、そういう状態になってしまうので、実はこう入れた状態のままこう動けるっていう状態が、求めている状態だっていうことを押さえておいてください。で、ここは、まあ、入れたまま動くなんかのこう一個例として、ダウンドッグからこの太陽礼拝の動きの中で、こう手と手の間にこう足をこう出す動きなんかがあります。で、これの時なんかで結構こう足は前に出せるんだけど、結構なんナバーサナとかになったら苦手、ロールアップとかが苦手っていう人がいました。その時何が起こってたかというと、グッとこう入れてます、入れてる状態からここを前に出す時にフッと抜いて体の振りだけで持ってくると。もちろんこれはもうテクニックとして悪いわけではなくて、これはこれでいいんですけど、この時に感覚としてはこっちのこう足の押した力でずっとこうお腹に力を入れながら、反対側の足がちゃんとこう押し続けられるっていう感じが必要になってきます。これをずっと意識した上で、このセットになるようにこう足をぐーっとこう出してくればいいんですけど、どうしてもその時何が起こってたかというと、出す過程でこう窮屈になってきてるんで、一回こう全部抜いてふわっとこう出すっていう動きになってきて、もちろんこれはもうそれ自体が悪いわけではないんですよ、悪いわけではないんだけど、その時に自分の力がこう抜けてるっていう感覚を、知ってるっていうことが大事になってくるし、なるべくできればこの力がこう抜けないままぐーっとこう押した力が伝わってっていう感覚で意識できてくるっていうのが大切になってきます。で、この時にこう足同士は押してる、で、ここからこう手を押す力もお腹から全部押してるっていうことになってくると、こういう太陽礼拝の、中で手と手の間にこう足を出すっていう動きから、こういうペンダントポーズですね、なんかでこう押した時のコアの感覚なんかも、含まれてくるので、まあ、この辺は今日は、細かく言うものではないんですけど、こういう感覚でこう繋がってくるってことをまずは押さえていってください。レッスンの説明では、こういう例えば物を押すときとか力を入れるときの説明として、綿あめを、崩さないようにこう持つような感覚とか、こう押すような感覚っていう説明をしています。まあ、これは無力だから硬いものだからいいんだけど、柔らかいものをこうふわっと持てるようにですね、こう思いっきり力でぐしゃっとこうならないようにっていう、こう柔らかさっていうのが、まあ感覚的なものですけど、イメージの中に入れていくととてもこういい使い方になるので、まずちょっとこう柔らかく、なんか柔らかいものを、大切なもの、例えば赤ちゃんの抱いたりとかいう時も、優しく赤ちゃん受け止めてるけど下から支えて持ってますよね。これをグッとこうやらないのと同じような柔らかさっていうのが物を持つ時に必要だっていうことを押さえておいてください。で、一個最初にちょっとこう柔らかさと強さ、いつかないこう力を入れてもこう動けるっていうのを体感できるちょっと簡単な練習方法をご紹介します。これは直接、船のポーズ、ナバーサナの練習方法にもなっております。仰向けで寝ます。こういう状態ですね。こういう寝た状態でブロックを優しく挟みます。で、優しく挟む時にグッとこうお腹に何となく力が入るようにイメージしてください。で、グッと力を入れてると動かせなくなります。で、入れすぎるとこうここまで動かせたとしてもこう膝が今度は伸ばせなくなります。で、逆に楽にしたらいくらでも膝伸ばせるんだけど、こう挟む力が弱くなってしまいます。
バランスを取る、両方を調和した練習をしてください。ただこれは最初確認なんで、あの後でこういうコツについては詳しく言ってきます。まずこう優しく真ん中にこう寄せるようにして、柔らかく柔らかく、でこう浮かした状態でも柔らかく寄せるようにして、真ん中にふわふわっとこう力が集まるようにイメージしてください。でここから膝を伸ばすときに、入れとく伸ばすじゃなくて、優しく引き込みながら引き込みながらこう伸ばすイメージにすると、これ自体が結構あの感覚の練習でもあり、いい腹筋の引き込みですねの練習になってきます。で最初はもうこれだけしてれば結構いい練習になるので、最初これで感覚をつかんでみてください。でこれができるようになってくれば、もちろんこれ自体が、長さの練習にもなるので、これで優しく引き込んで、でこの状態でこう伸ばす練習ですね。こう曲げて伸ばすっていう、この引き込む練習っていうのが、できるようになってくるので、まずは、ちょっとここまでやってみてください。次はその優しく引き込むっていう感覚を、具体的にこう掴むための練習方法について、ご紹介します。で、優しく強くっていうのは、どういうことかというと、出力、実際に発揮する力は強いんだけど、自分のこう力感とかはこうあまり多くない状態になります。でこれどういうことかというと、こう何かの動作をするときになるべく、体全体を使おうということです。一つの仕事をするときに参加人数が多ければ一人一人のこう負担が少ないし、変にこう一人一人が力まずに済むようになるっていう感じです。まあ、野球なんかだとこうエースピッチャーがすごい頑張るよりも、あの残りのこう野手がいっぱい打ったりとか、しっかり守ってくれるようになれば、エースピッチャーがこう頑張りすぎなくてもチームとしては強くなるので、まあ、似たようなこう発想だと思ってください。でやる練習は、セッターによくやってもらってるのはブロックを使ったタダさんの練習です。これまあ、あの結構 TT とか、まあ、ヨガを受けたりワークショップとか受ける人なんかだと結構経験してる人も多いかなと思います。こうブロックを挟みましょうと、内ももに挟んで挟みましょうっていうんですけど、この時にこうギューッとすれば別に内もも力も発揮できるし、まあ、それでちょっと腹筋力入ったりします。でもそうではなくて、もちろん内ももでは挟みます、内ももでは挟むんですけど、感覚の協力者を増やしましょう。で最初どう協力をしてもらうかというと、内ももだけじゃなくて骨盤ごと締めるようにちょっと意識してみてください。でそうすると何が起こるかというと、こう内転筋とこう反対側のこう腹斜筋、腹筋なんかこうクロスでこう連携し合うんで、ここを意識することによって、こうこっからこう挟んでる感覚っていうのが強くなってきます。でさらに、足元を踏む力、特に小指球ですね、こう小指球を踏む力をこう利用して、小指球で踏んだ力で腰骨を締めるってすると、足元から全部つながった感じで、この辺がこう柔らかく強い感覚っていうのが身についてきます。でそうすると、力を一回抜いて、こうただただ内ももで挟んでた時よりも、この柔らかくこう足元から腰骨からって締めてると、つながってるような感じとか、こう柔らかく強い感覚っていうのが、つかめるかなと思います。でこれがコアに力が入っている状態ですね。でこれをなるべく柔らかくでもこのつながった感じっていうのを作っていくと、これがいろんなポーズに応用できてきます。でこれを、膝を曲げてもできるようにしてください。立ってるとね、まだこう膝曲げるとちょっと難しくなるんですよ。膝を曲げてもこう足元、ここをこうキュッと締める感覚にします。でこのキュッと締めた感覚ですね、こう締めた感覚をお腹に丹田に力が溜まっている状態で、そのままちょっと上半身を倒していきます。お腹にこうクッと入れた状態で、下にこの手も下にお腹からこう押しているような感じでスーッとこう引き上げると、お腹から足元を押す、足元からお腹に力が戻ってくる、お腹から手も押す。でもしなんかここで実際物を押してたら、手からまたお腹に力がかけたりとか。これそのままどういう感じかというと、この感じがこの感じになってくるので、この柔らかい感覚っていうのはまず最初こういうイメージで掴むようにしてください。でこの感覚がこう、これ冬のポーズだけど、これがそのままこう上がってくると、椅子のポーズなんかでこうこの辺は全部つながってくるので、椅子のポーズでもこう足のスクワットみたいな、なんか太ももの前だけじゃなくて、コアを使ってるんだっていう感覚がこの辺で掴めるかなと思います。でコアに力の入る感覚っていうのは、だいぶこう今までで掴めたかなと思うので、じゃあどうやって長さに結びつけていこうかなっていう話をこれからしたいと思います。
流さずにしていく場合は、まあ、実際こう挟みながらやってもいいけど、ちょっと大変になってくるので、挟んだ時の感覚を思い出しながらですね、自分で準備としてはキュッとこう内ももなんかに力を入れて、手を当てたりなんかして、こう使ってる感覚だけを少しこう入れるといいです。でブロック、ベルトですね。でこの状態でベルトなんかを押してキュッとこう挟んでる感覚で力を入れてあげると、お腹にこう跳ね返ってくる感じが分かってきます。でこの状態でベルトなんかを使うとこう補助ができるので、お腹に力を入れながら実際物を押すと感覚がつかみやすいので、こういう感じで動かして、でこのままキープしたりしながらこう慣れてあげるといいです。まあ、もちろん挟んでも全然いいんですよ。挟んでもいいけど、実際やると結構感覚つかむときはいいけど、やりながらやると窮屈さが難しくなったりするので、この辺はまあ自分のやりやすい方、感覚がつかみやすいっていう場合もちょっと使えばいいので、使い分けながらやってみてください。であとは壁を押しながら、基礎的な練習としてはお腹から壁を押すようにして、こうゆっくりとこういう腹筋の練習をするといいです。ここですね、こう小子宮、と母子宮、まあ、特に小子宮でこうクッと押すと、小子宮で押した力がクッと内ももに集まってくるので、実際こう、まあ、壁があるといいですね。壁を押すようにゆっくり起き上がってくると、この腹筋の引き込みでコアの全体の感覚っていうのがつかめるようになってきます。でこの感覚が分かってきたら、一番最初にやったこの感覚なんかがこうだんだん分かってくるので、このイメージができたら、まあ、こういう練習から、まあ、ナバーサナの方につなげていくと、ただ足を上げる動きになっちゃってる人が多いです。その場合ってお腹を使うんじゃなくて、お腹は結構抜けて頑張ってここの力だけでやろうとするか、頑張ってこうお腹だけ入れすぎてこっちが動かなくなるかっていうことが起こるので、この辺の全部のこう柔らかく使うと、入れながらこう足まで足を伸ばすっていう動きまでつなげるとか、こう一つ体が一振りがけの感じとか、こうまとまった感覚の方を見るようになってくるので、こうただ足を伸ばす伸ばさないというよりは、入れたまましっかりと足に力を入れていくと伸びた形になるみたいな感覚で変わってくるので、でも全部やったことをまとめていくと、だんだんナバーサナに近づいていくので、ナバーサナができるかできないかというよりは、ナバーサナの形でしっかり体をつなげた感じとか、コアを意識したこう柔らかい動きができるかっていうことで練習をしてみてください。まあ、この辺は結構こう微妙な感覚だったりするので、もし見ただけだと分かりづらいっていう人は、ぜひスタジオまでお越しください。マンツーマンレッスンなんで、その人に合わせた形で丁寧にお伝えさせていただいております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように、また次回のレッスンでお会いしましょう。